グレタス・カッキはイタリア出身の女優。出生時の名前はグレタ・グラッコ。父親はイタリア人、母親はイギリス人。イタリア・ミラノで生まれ、ロンドン、オーストラリアで育ち、18歳の時にロンドンの舞台に早くとして出演し始める。1982年にドイツ映画に出演。ネッサの日などのイギリス映画や、 コカ・コーラ・キッドといったオーストラリア映画に出演した。あと、ハリウッドに移った。知的で、セクシーなブロンド女性を演じることが多く、氷の美少は、当初スカッキに、シャロン・ストーンの演じた役のオファーがあったが、これを断っている。1993年に、私生活のパートナーだったヴィンセント・ドノ・フリオと別れたことを契機に、ロンドンを拠点に移し、アメリカ、 イギリスやオーストラリアのみならず、母国のイタリア、フランス語やドイツ語に堪能であることから、フランスにおいて映画、テレビドラマ、舞台、社会活動にと幅広く活動している。1996年の HBO 制作のテレビ映画、ラスプーチンでは、アレクサンドラ・フヨード・ロブナを演じ、1996年度のエミー賞において、リミテッドシリーズ、 テレビ映画部門の助演女優賞を受賞した。1983年頃からコカ・コーラ・キットでも共演したニュージーランドの人気歌手のティム・フィンと交際していたが、別れ、1989年頃からビンセント・ドノフリオと交際し、1992年に第一子である娘のレイラ・ジョージを設けたものの、1993年に別れている。1990年代後半に、 イタリア人のいとこカルロマンテガッツァと結婚し、息子を設けた。他に1983年のネッサの日での英国アカデミー賞での新人賞のノミネート以来、ゴールデングローブ賞、エミー賞、オーストラリア映画テレビ芸術アカデミー賞、全米映画俳優組合賞などにおいて、多数のノミネート歴がある。ありがとうございます。